皆さんこんにちは。守備の名手に贈られる第51回三井ゴールデングラブ賞の受賞者が11月14日に発表されました。初受賞は両リーグ合わせて7人。広島菊池涼介内野手はセリーグ最多タイとなる10年連続の受賞となりました。セリーグではリーグ連覇を果たしたヤクルトから最多の3人が受賞。遊撃手部門では長岡秀樹内野手が初戴冠となり、昨年まで3年連続で受賞していた巨人坂本勇人内野手は部門4位に終わりました。ヤクルト勢では外野手部門で塩見泰隆外野手も初受賞しました。一塁手部門では巨人中田翔内野手が選出されました。日本ハム時代にパリーグで4度受賞していましたが、セリーグでは初となりました。注目された二塁手部門は結果的に菊池涼介がトップを死守し、次点のヤクルト山田哲人内野手とは27票差でした。パリーグでは保守部門でソフトバンク甲斐拓也捕手が6年連続6度目、遊撃手部門で西武源田壮亮内野手が5年連続5度目と常連組が健在。初受賞は外野手部門のロッテ高部明人外野手とオリックス福田周平外野手の2人にとどまりました。球団別では26年ぶりの日本一に輝いたオリックスから最多の3人、投手部門で山本由伸投手、三塁手部門で宗佑磨内野手がそれぞれ2年連続2度目の受賞となりました。三井ゴールデングラブ賞は5年以上のプロ野球取材歴を持つ新聞社やテレビ局などの記者による投票で決定します。今年の有効投票者数はセリーグが292人、パリーグが261人でした。しかしこの投票結果には毎年のことではありますが論争が巻き起こっています。取材歴5年以上の記者による投票で選出されるため、客観的なデータと違う結果が出ることもあります。印象度も投票行動の一要因と考えるとチームの成績が影響している可能性もあるでしょう。過去3年のリーグ制覇したチームとデータ上での守備力の相関関係について調べてみました。データ面ではセーバーメトリクスの指標などで分析を行う株式会社デルタの数値を活用します。平均的な選手と比べた時にどれだけ失点を増減させたのかを示す守備の総合指標 UZR を用いています。今年のゴールデングラブ賞はリーグ制覇した2チームがそれぞれ最多となる3部門で受賞者を出しました。オリックスは投手で山本由伸、三塁で宗佑磨、外野で福田周平、この中で UZR が1位だったのは山本のみ。福田は外野手部門では 4.7 で6位、宗はマイナス 4.6 となり有資格者の中でリーグ最下位でした。ヤクルトは捕手で中村悠平、遊撃が長岡秀樹、外野で塩見泰隆の3人。データで見ても中村長岡はともにポジション別で1位、塩見も中日岡林勇気に次ぐ2位と順当でした。しかし中村悠平は86試合にしか出場していないにもかかわらずの受賞となりました。一方で今季三塁部門で UZR1 位だった村上宗隆が受賞を逃しました。過去のリーグ優勝と受賞者の関係性も見てみると、過去3年間を見るとパワーソフトバンク、セワ中日がともに3年連続で最多受賞でした。2021年はリーグ優勝のヤクルトから中村、オリックスから山本、宗が選出されていました。しかしこの中で守備位置別の UZR でトップだった選手は0。中村は日本シリーズで MVP を取るなど大活躍でしたが UZR は 0.0。 中日、木下、巨人、大城に次ぐ3位でした。宗も 11.9 と高数値でしたが、楽天、茂木栄五郎に次ぐ2位でした。2020年は優勝したソフトバンクから4人が受賞し12球団最多。捕手、甲斐拓也、一塁、中村晃、外野、柳田悠岐はそれぞれの部門で UZR トップ。千賀滉大も投手で2位に立っているため順当とも言えるでしょう。2019年は中日と同時に瀬を制した巨人も2人で最多でした。この年話題になったのが遊撃部門、12球団全ポジションでトップの UZR13.1 を叩き出した中日、京田陽太がまさかの戦外となりました。選ばれたのはマイナス 1.7 の巨人坂本勇人内野手でした。これらの結果を見ると優勝補正がかかっているとは一概に言えないものの、優勝チームの一員となったという印象度の強さが影響していることがうかがえる受賞もあります。客観的に算出されたデータとは違う結果になるのもゴールデングラブ賞の見どころの一つでしょう。取材歴5年以上の記者による投票結果はやはりイメージ先行、
人気投票との声も毎年聞こえてきますが、シーズンの顔を映し出す面白さもあると言えるでしょう。本塁打や打率、OPS などで語られる打撃に比べ、評価が難しい守備、失策数や捕殺数、守備率など単純な数字では測りにくく、記者たちは眼力に頼ることになるのは仕方がありません。セリーグでは今季は9人中5人が違う結果になりました。注目された二塁手部門では、データ上では巨人吉川尚輝内野手がトップ、広島菊池涼介内野手は3位でしたが、名手のイメージは簡単には揺るがず、実際には10年連続10度目の受賞となりました。10年連続は広島の大先輩山本浩二氏に並ぶ最多連続記録となりました。菊池涼介が聖域化していると言われても仕方がない、誰もが知る球界の名手ではありますが、独壇場でなくなってきている現実も滲んでいます。292の有効投票数のうち、菊池は114票を獲得、過半数には届かず、得票率は 39% にとどまりました。次点以降はヤクルト山田哲人内野手が87票、巨人吉川尚輝内野手が71票と割れる結果になりました。もしどちらかに票が集まっていれば、結果自体がひっくり返っていた可能性もありました。2位との差はわずか27票、これまでダントツだった過去と比べると一気に縮められた印象が強いですね。データ上でも明らかに守備範囲は狭くなっていることがわかります。それでも要所で見せる忍者ビギはやはり健在で、名手のイメージは根強いと言えるでしょう。33歳を迎える来季、データ上でも盛り返すのか、ついに山田が悲願を果たすのか、それとも吉川ら第三の男がダッシュするのか、熱い背の二塁から目が離せません。そして巨人中田翔内野手が日本ハム時代を含めて通算5度目の受賞を果たした一塁手部門は、 UZR では DeNA のネフタリソト内野手がトップでした。外野手部門ではヤクルト塩見康隆外野手と中日岡林勇希外野手の初受賞コンビは投票とデータが一致。3枠目は阪神近本浩二外野手が滑り込みましたが、 UZR では DeNA 桑原正幸外野手が上回っていました。ただ数値の差は 1.6 で、票差もわずか27、どちらが受賞してもおかしくない状況でした。パリーグでは4人が結果とデータで一致しませんでした。保守部門の UZR トップは楽天住谷銀次郎保守でしたが、結果はソフトバンク甲斐拓也保守が6年連続6度目の受賞、154票差をつける圧勝で、甲斐キャノンに代表される強肩や体を張ったブロッキングの印象は強かったようです。結果として大きく割れたのが外野手部門となりました。共通したのはロッテ高部昭と外野手だけでした。残る2人はデータ上では日本ハム万波中正外野手とロッテ荻野貴司外野手でした。一方実際の結果は楽天辰巳良介外野手とオリックス福田周平外野手でした。得票数では荻野が7位、万波が10位、3位以下は票が割れており、投票が難しかったことを物語っています。一方今年もネットでは1票獲得選手にも注目が集まりました。巨人外野手で打撃が売りのポランコもトレンド上位にランクインしました。1票獲得に本当に謎、ファンかもしれない、理由を聞きたいなどの声であふれました。日本シリーズで2度悪送球したヤクルトマクガフ1票にも反応する人も多くいました。投票数は内訳も公表しており、ネットでは1票を獲得した選手に物議を醸し、名前を明かすべきなどの声も寄せられています。色眼鏡で見ることなく、揺るぎない裏付けを持って決定してほしいと願うファンがいる反面、人の目で判断するからこそ見えてくる面白さもあるゴールデングラブ賞、来季も球場を沸かす名手たちの美技に期待したいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。